はいどうも皆様こんにちは、ホムドレです。それではポケモン相談とシールドやっていきましょう。今回ですね、サムネにもある通りですね、ワットの稼ぎ方をですね説明させていただこうかなと思います。でワットはですね、ポケモンでですね非常に重要なポイントになっております。なぜかというと、はい、こちらですね、こちらでワットショップですね、でワットで技レコードだったり願いの塊を買うことができるんですけど、やはりですねポイントが多いやけに多い。5000だったり2000だったりとか、で5000とかもね、何周ですね、いろんなところね回らないとやっぱりですねこのワットっていうのは手に入んないって感じで、このワットをですねできるだけ短時間で、多く入手したいという方に、この動画は向けております。ということで、実際にやっていこうかと思います。で概要欄の方に手順は書いておきますので、皆さんもですねぜひやっていただければなと思います。じゃあちょっとその前に必要なものが、あります。それは、ネット環境ですね。はい、ネット環境は必要になります。もしかしたらいらないのかな、レイドバトルで募集をかけなければいけないので、そのためにちょっといりますね。で、まずこれで、とりあえず、すいませんね。ちょっと手順を。はい。で、この赤いですね、レイドバトルができる状態の、これをですね、まず用意してください。はい。願いの塊を突っ込んでも大丈夫です。で、これで、みんなで挑戦を押してみましょう。はい。で、みんなで挑戦をして、この画面になったら、ホームボタンに戻り、ホームボタンを押してホームに戻ります。で、設定を押しましょう。で、設定で、本体設定で、日付と時刻。で、これを、私もうね、やりまくったんで、はい。で、これを1日進めます。はい。1日戻した場合だと、その、ワットは復活しないので、1日進める状態にしておきましょう。はい、で、これで OK です。で、これで、プレイをするにして、これでやめるを押しましょう。はい。そうすることによって、はい、なんとですね、復活しますって感じで、これで2000ワットを手に入れました。で、これをですね、とにかく、繰り返すという作業ですね。はい。で、これによって、ワットを入手することができます。無限にね、これで入手することができます。で、今日の時刻もですね、インターネットで時間を合わせるにすれば、それでですね、元通りになるので、なので、ワットを稼ぎたい方はですね、こういう風に、稼いでいけばいいのかなと、はい、思います。で、ワットを稼げるだけじゃね、意味ねえだろと。技レコードを俺は欲しいんだという方、ご安心ください。じゃあですね、この、技レコードですね、見てください。ダイブボール、鉄壁、ラスターカノン、ヒートスタンプ、気合ダメ、ハイパーボイス。はい、皆さんですね、こちらの画面、ちょっとですね、少しでも記憶していただければなと思います。で、これを見ていただいて、はい、で、またみんなで挑戦。で、また本体の時刻をいじります。はい。で、これで、また、ここに入ることによって、で、またワットを入手することができると。で、この日付を変更することによって、このワットショップの中身も変わります。はい。さっきとね、全然違うと思うんですけれども、ワットショップの内容も変わりますので、こちらでですね、厳選をすることもできます。ワットショップの、技レコードを厳選することもできます。で、これに関しては、すべてのね、ワットショップに対応していますので、どうしてもですね、欲しい技レコードとかがある場合は、すべてのワットショップを回って、なかったなと思ったら、また、さっきの、方法で、時刻をいじって、また各ワットショップを、巡ってですね、またアイテムを、自分の欲しいですね、技レコードを入手するのが、はい、いいのかなと思います。
って感じですね。はい。これがですね、ポケモンにおける、ワットショップの、稼、ワットショップじゃない、ワットの、はい、稼ぎ方でした。これはですね、本当に誰でもできる方法なので、ぜひですね、皆さん、はい、やってみてください。はい、ということで、この動画を終了させていただきます。皆さんもぜひですね、ワットを稼ぎまくって、技レコードを入手してみましょう。ということで、この動画を終了させていただきます。それでは、お疲れ様でした。さよなら。